東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに206人確認されたと発表しました。今日都内で感染が確認されたのは206人で、2日続けて200人を上回りました。こうした中、都は専門家と会議を開き、感染状況のレベルについて4段階で最も深刻な感染が拡大しているを維持しました。また小池知事は、高齢者が熱中症で運ばれるケースが多くなっているとした上で、医療機関の負担増加について懸念を示しました。救急搬送が増加いたしますと、医療機関にさらなる負担をおかけするということになりますので、どうぞ熱中症の対策をしっかりとっていただきたい。ただ、都独自の緊急事態宣言については、現時点で出す段階ではないとの認識を示しました。